戦闘コードを打ち込んでくれ。アクセスコードは？グリッドマン。アクセスコードって、これが本当のアクセスフラッシュだ。これが本当のグリッドマンの姿なんだ。あれって昨日のでっかいやつ。もっと前から。懐かしい姿じゃないか、グリッドマン。でも私は君を倒して次の茜君を探すよ。次はない。ここで終わらすぞ。アレクシスケイル。不死身？どうなってんだ？グリッドライトセイバー！なに？私の命には限りがない。それは私に虚無感をもたらした。故に茜君のような人間の情動だけが私の心を満たしてくれた。そのために新庄茜に取り付いたのか？いいや、彼女が私を求めたのだよ。ここに、あの中に。もとよりこの世界には何もなかった。だが怪獣を与えられた茜君の理想の町は育ち、また破壊もした。理想の町を破壊するだと？彼女はあらゆるイレギュラーやここで生まれた命までコントロールできない。だからこそ怪獣が必要だったのだ。その繰り返しを続け、私は心を満たしたかった。身勝手な理屈を。しかし今、茜君は役割を終えた。もうこの世界に用事はない。逃げられる。茜！限りある命の君では無限の命を持つ私には勝てないよ。そんなものは命ではない。ではいつか来る終わりをここで君にあげよう、グリッドマン。グリッドビーム。ああ、私の力は倒すためだけの力ではなく、私の本当の力は、クイックスボールキクサーティービーム。キクサービームだと？なんだこの力は。キクサービームとはこの世界を修復する力。この世界を作った新庄茜の心を救う力だ。新庄さん茜、無理。
私は、いけない。大丈夫。茜は一人じゃないから。みんな万能じゃないから、他人を必要とするんだ。新庄さんが誰かを必要とすれば、この街だってきっと広がっていく。この街だけじゃない。きっと新庄さんの世界も。私に広い世界なんて無理だよ。だから私たちを頼ってほしい、信じてほしい。そのための関係だから。私との関係、みんなは私の、私の友達。ここは私が作った世界だから、この世界に私はいちゃいけないんだ。自分の意思で帰らなきゃいけないんだ。私の場所に。まさか茜君の心を直したというのか。それだけではない。人間が持つ可能性の力を、私たちは信じる。そんな力など、これが命あるものの力だろ。救いに来たんだ。